どうも、おしゃれの利口です。去年あたりからスカジャンが流行るっていう風に言われてたんですけれども、今年はいろんなブランドからもスカジャンが多くリリースされています。そこで今日はスカジャンの着こなしを解説しようと思います。まずスカジャンの着こなしなんですけれども、こんな風に着てしまうとどうしても子供っぽい印象になってしまうんですよ。前回女性スタッフに好きなコーディネートを選んでもらったんですけれども、その時の共通点が大人っぽいっていうことでした。そこで今日はスカジャンを大人っぽく着こなすコーディネートを紹介したいと思います。まずこの中で子供っぽい印象のアイテム、つまりカジュアルアイテムっていうことなんですけれども、それを探してみると、ロゴ T シャツにパーカーにデニムにスリッポンと、ほとんどがカジュアルなアイテムで占められています。それとシルエットもアイラインとも言えないし A ラインとも言えない中途半端なシルエットになっています。そこでこれらの子供っぽい印象のアイテムを総取り替えします。そうするとこちらのようなコーディネートになるんですけれども、デニムシャツに黒のスキニーパンツにハットにドレスシューズと大人っぽいアイテムを合わせています。それとシルエットもしっかりアイラインが作れていますね。ビフォーとアフターを比べてみると一目瞭然で、大人っぽくておしゃれなコーディネートに変わりましたよね。このようにスカジャンはいつもよりもちょっと大人っぽいアイテムを選んであげるとうまく着こなすことができると思います。派手なスカジャンはちょっと抵抗があるなという方は、このようなモノトーンのスカジャンを選ぶといいと思います。同様に合わせるアイテムはスラックスや革靴やクラッチバッグなど大人っぽいアイテムを意識してあげるとうまく着こなせます。毎日おしゃれの役に立つ動画を更新しています。よろしければチャンネル登録お願いします。以上スカジャンの着こなしでした。ありがとうございました。